おはようございますえ今日の話は「人生後半の戦略書」というアーサーシー・ブックスさんの本の中から「人生後半の戦略とは?」という話です。全力で生き若くして死に美しい亡きがらを残すという俳優ジェームズ・ディーンの心情に従って生きるので,生きるのでない限りキャリアと体力と気力の落ち込みは避けられないことをあなたも分かっているはずです。ただそれはまだまだ先の話だと思っているんではないでしょうか。 現実をお伝えしましょう高いスキルを要する職業であればほぼ例外なく三十代後半から五十代前半にキャリアが落ち込み始めます耳が痛い話ですみませんでももっと悪い話がありますピークが高ければ高いほどキャリアは落ち込み始めたら一気に落ち込むようなのですもちろん私の言葉をお飲みにするわけにはいかないでしょうから根拠を見てみましょうまず落ち込みが最もわかりやすく早期に訪れる例からスポーツ選手のことです 瞬発力や全力疾走が必要なスポーツの選手は 20, 代から20歳から27歳にパフォーマンスのピークを迎えます一方持久力を競うスポーツ選手のピークはもう少し遅くなりますとはいえ若い時期であることに変わりはありません当然といえば当然です第一線で活躍するスポーツ選手に60歳まで現役を期待する人はいませんスポーツ選手の大半は30歳には別路線の職を見つけなくてはいけない これがいわゆるナレージワーカー、いわゆる知的労働者となるとだいぶ話が違ってきます。運動能力や、ズバ抜けた体力ではなく、発想力や知力を求められる職に就いている人で、70歳より前に落ち込みが訪れるだろうと語る人は皆無に等しい、まあ、しかし中は、中には落ち込むのは80歳以降ではないかという人がいます。しかし、スポーツ選手と違い、ナレージワーカーは現実を受け止めていません。主な発明や、 かや、えー、ノーベル賞受賞者の経歴を調べたところ <coughs> 大発見をする時期は30代後半が最も一般的だと判明しました主な発見をする可能性は20代30代にかけて徐々に上昇し40代50代60代にかけて急激に低下する代では我々はどうしたらいいかという問いに対してアーサー・ブルックスさんはこう語っています。 晩年に入ったら指導に回るという考え方は、古今東西の偉大な文学に見られるテーマです、えー。紀元前1世紀の政治家であり弁護士、学者、哲学者のキケロがですね、えー、もそういうふうに言っているわけです。キケロは晩,晩年ですね、老人は肉体労働を減らし、頭を使う活動を増やすべきであるように思う、相談に乗ったり、実用的な知恵を教えたりして、 友人や若者そして何より国家にできるだけ奉仕するよう努力するべきだということですじゃあ今日これで終わります。